化粧ってすごいなって頭の先からつま先までもうその時へこみましたね。自分自身が楽しくないとお客様も楽しさ伝わらないと思うし、最終的にやっぱり勝ち残ってサロンで受ける技術者中央区銀座にあります C&CI 山野株式会社取締役副社長明さん、今年は全国美容週間実行委員会理事長を務めていらっしゃいます。その大役のことも合わせてお伺いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。小さい頃から山野家の一員としてお育ちになって、はい、やっぱり将来はこういう美容業界に入るんだというお気持ちがあったんですか？いや、小さい頃はもうほとんどなかったですね。もうむしろ本当に自由にさせてもらって、誰も美容師になれとは一言も言ってなかったような気がします。あ、そうなんですか。はい、むしろだからもう、なんだろう、まあ、ただその身近で祖母だったりとか、まあ、親のその美容師っぷりというかそういうのは身近で体験してたというか肌身で感じてましたので、そういった部分でまあ美容っていう仕事がまあ自然と体の中に受け入れられてるんではないかなという気はしますけれども、やっぱりお母様であったりおばあ様であったりの影響っていうのは大きいんでしょうね。そうですね。特に祖母の山内子の影響が僕の中では強いと思うんですけれども、化粧において言えばその小学校の時に山内子が自宅でこう日本舞踊の稽古を先生白根谷先生を来ていただいてしてたんですって。でその時も本当にもう祖母について遊んでるつもりで、まあ、日本舞踊と出会ったりとかして、そういった部分ではもうその和化粧っていうんですか、はい、その時は浅岡幸次さんって、はいはい、新水流の、はい、新水流の、はい、で、小学校5年から新水流でさせていただいてて、はい、言ってみれば僕のお母さんぐらいの方が、ね、化粧一つで娘になっちゃうっていう、はい、その化粧のマジックに、はい、その時は子供心に結構驚かされまして、はい、そういった部分では、本当にお化粧ってすごいなっていうのはその時から感じられてたような気がしますけど、この建物についてちょっとお伺いしたいんですけども、はい、2年前にオープンなさったそうで。そうですね、リニューアルオープンで、はいはい、何がこのビルの中に入ってらっしゃいますか？もう美に関するもう頭の先からつま先まで全てここに入ってるんですけども、まあ、美容室としては2階から4階までがヘアサロンになりまして、1階がレセプション兼ネイルブースが。ネイルね、はい、あとは5階6階が全身ですね、エステティックが入っております。はい、こちらが、今一押しの。そうですね、ドイツの方から輸入して、うちで販売している化粧品なんですけれども、はい、海のミネラル、はい、海水から抽出したミネラルを全てのラインナップで使ってまして、はい、もう本当に不純物は一切含まれてないものになるんですけれども、やはりお化粧する人間として、まあ本来お化粧っていうのはできてしまったトラブルを隠すためのものなんですね。それこそ、なるほど、女性男性とらわれず、おそらくそのシミとかそばかすとかくすみとか、ね、上をね、でも本来作らなければお化粧の必要がないわけで、うん、そういったものに関してやっぱりスキンケアというのはすごく、ね、お化粧においてすごく大切なものになるので、アキラさんにとってもしも笑って話せる失敗談がありましたら、高額のためにちょっとご披露いただけますか？いや、どうなんでしょう。サロンにおいては失敗しちゃいけない、もちろん、機関でやってプロフェッショナルですからね。ただ一時期こうテレビのコーナーを持たせてもらってた時に、その頃ギャルメイクっていうんですか、はいはい、ギャルメイクを美白にして綺麗にしてあげようみたいな企画がありまして、本当にガングルを捕まえてお化粧落として、ね、普通の綺麗なビューティーメイクをしたんですけども、もう女の子が泣き出しちゃってもうその時へこみましたね。美意識はね、違う、やっぱ違うところにあるので、これは難しいですね。そうですね。それは勉強になる。へこみましたか？かなりへこみましたね。そうか、そういうこともありますね。やっぱりそれも僕美容師にとってみたら、でその方の最大限を引き出すものなので、彼女が黒い肌が可愛いと思えばそれは実現してあげたいっていうのが僕らの職業だから、いくらテレビの企画とはいえ、彼女たちにそういう思いをさせたっていうのは美容師として、なるほど、はい、胸が痛くなる。そうですね、やっぱり。はい。
はい、何でも勉強になりますね。天城さん、シミそばかすに悩んでる私にとっては非常に気になる飲み物がこちらなんですけど、はい、まあ、飲む美容液という、はい、書いてありますけれども、ね、非常に気になるんですけど、一杯いただいてほしいですか。相当、はい、頑張ってください。え、そうですか。美味しそうに見えますけど、美味しそうに見せとかないとですね。あ、そうですか、はい、では早速じゃあいただいてみようと思います。綺麗になってみたいと思います。酸っぱいですね、これ。うわー、これすごいですね。キッキーさん、お水飲んでいいですか。そうすいません、ぜひ飲んでください。でもビタミン C が抜群に入ってそうな、ね、味ですね。ここの方にある実らしいんですけれども、もう果汁ストレートそのまんまですから。すっごい、はい、これ皆さんにお伺いしてるんですけども、はい、お好きな言葉でありますか、座右の銘っていうのを一つ。僕自身が常に楽しくっていうのは周りになるべくね、言おうと発信しようとしています。やっぱり自分自身が楽しくないとお客様も楽しさ伝わらないと思うし、自分自身が楽しく何か物事をしていないと、ね、周りの人もやっぱりそのオーラに引きずられちゃうんじゃないかなっていう気がするので、だから何事をするにもポジティブに楽しくっていうのは常に周りの人に伝えてるというか、発してるつもりなんですけど、プラスオーラを。そうですね、ポジティブ、はい、このお仕事してると、ご自身のお仕事もさることながら、はい、人を育てるということが非常に大事じゃないですか、はい、そのあたりのご苦労というのはやっぱり美容師としてになるんですけれども、やっぱり元気じゃないともう何ができなくてもいいんです。本当に不器用な子で普通だったり、習慣できることに習慣がかかったりっていう子もいたり、逆にね、本当に器用です、さっとこなしてしまうけど全く練習しなかったりとか、でもやっぱりお勉強とか手先の器用とか器用さとかはどうでもよくて、最終的にやっぱり勝ち残ってサロンで受ける美容者、スーパー美容師になるためにやっぱり素直さとか元気さとかだと思うのでね、僕もサロンに立つときはなるべく元気に、はい。今年理事長なさっていますが、はい、全国美容週間というこの団体についてちょっとご説明願いますか。はい、もう美容週間という名前がついている通り、どういった週間かっていうと、9月4日を、串の日と定めまして、美容師、はい、串を使いますから、はい、その串の日、普段使っている串に感謝する日であり、普段美容室をご愛顧してくださってるお客様に対する感謝の気持ちを9月4日を中心とした1週間で、様々な形で表現していこうとする団体なんですけれども、美容業界の、メーカーさん、はい、商社さん、はい、それから、ディーラーさんとか、あとは美容学校、それから美容師ですね。じゃあ業種ジャンルをいろんな方々が参加される、そうですね、はい、がもうみんなで協力し合ってその1週間のイベントを盛り上げてるっていう、もうまさしく串祭りですね。目黒の大鳥神社っていうところに、実は20年前に串塚っていう串供養の日を4週間で建ててるんですね。それが今年本当に20周年の記念の年であることと、目黒の大鳥神社さんが、1200年祭をまたたまたま今年やっているので、そこで本当に楽しいお祭りをですね立ち上げたいな。お祭りって本当に文化なので、来てくださる方が形を作るもんだとは思うんですけれども、きっかけとしてその目黒の大鳥神社にある串塚に、近所の方が普段使っている串の供養のために集まっていただいてですね、そのひとときを楽しんでいただければという、9月4日のお祭りを盛大にするための、活動と、あとは美容師さん このスキルアップをすることによって、サロンの活性化だったりとか、業界全体の活性化だったりとか、お客様の満足を、さらに上げてもらおうということで、一応メイキャップの講習を全国でするんですけれども、理事長ご自身じゃあ全国回って、はい、教えていらっしゃる、はい、それも大変ですけども、そうですね、ぜひ頑張っていただきたいです。ありがとうございます。じゃあ最後にですね、はい、5年10年先を見つめました、はい、ご自身の展望というのをお伺いします。基本的には
人材派遣というか、まあ、美容師派遣とあのアカデミーですか、美容師のそのスキルアップのための講座をやってたりとか、あと花嫁さんに向けた、カラーを中心としたコーディネートの、カラーカウンセリングスタイリストチームやってるんですけど、スタッフ教育だったりとか、どんどん外に出ていく美容師を育てていければなと思ってますけれども、やっぱり人材育成の部分が一番大切ですね。そうですね、分かりました。どうもじゃあいいお話ありがとうございました。ますますご活躍ください。ありがとうございました。